皆さんこんにちは。プレーオフの活躍で注目が増すばかりの八村塁選手。米プロバスケットボール NBA レイカーズが2023年5月6日プレーオフ PO 西地区準決勝7回戦制ウォリアーズ戦の第3戦に臨み、127対97と圧勝しました。連日の活躍を見せている八村塁選手には全米から注目が高まっており、パパラッチも激化しているといいます。レイカーズは今回のシリーズで2勝1敗として昨季の覇者ウォリアーズ撃破へ大きく前進しました。そんな熱戦の中で八村塁選手は途中出場で16分29秒のプレー。この日は攻撃面では得点こそ5と伸びなかったのですが、勝負どころの守備で奮闘して1リバウンド1スチールをマークしました。八村塁選手は今季の PO プレーオフの略です。プレーオフとはスポーツ競技における通常の順位決定方式の後に行われる試合のことです。で、1回戦グリズリーズ戦で2試合連続20得点、西地区準決勝でも4日の第2戦で21得点を記録するなど爆発を見せており、プレーオフ男として現地から脚光を浴びています。名門レイカーズの主力ということもあり、八村塁選手の私生活に関する報道も激化しています。現地の芸能メディア HITC はレイカーズのウォリアーズとの緊迫したプレーオフシリーズの中で、八村塁のガールフレンドであるブリアナ・デルガドに会おうと題して熱愛を特集しました。プレーオフが本格化した現在、八村塁選手の私生活への関心が高まっているそうです。八村塁選手のガールフレンドはブリアナ・デルガドで、彼女はソーシャルメディアでかなりの数のフォロワーを持つ人気モデルです。ブリアナ・デルガドは1993年5月21日生まれで米国育ちです。ブリアナ・デルガドと八村塁選手は2021年頃から交際を続けており、八村塁選手のトレード後、カップルは現在ロサンゼルスで同棲していると私生活を暴露したのです。ロサンゼルスはパパラッチの本場とも言われており、一度標的になると執拗に追いかけ回されることで知られています。バスケットボール人生を左右する大事な PO に集中したいところですが、八村塁選手はコート外でも神経を使わなければならないようです。名門レイカーズに移籍が決定した当時も話題だったプロバスケットプレーヤー八村塁選手ですが、今まで獲得された年俸&年収は22億円にも上ると言われています。身長も高くて笑顔が素敵な八村塁選手に、結婚が噂される彼女さんがいらっしゃるそうですが、結婚の可能性はあるのでしょうか。改めて八村塁選手の契約金額は日本円にして約22億円だと言われています。2019年新人選手として NBA のドラフトに名前が挙がった八村塁選手は1巡目9位指名でウィザーズに入団しました。2019年からの活躍で手にした年俸年収は次の通りです。2019から2020年は4億9160万7600円、2020から2021年は5億1621万2400円、2021から2022年は5億4077万7600円、2022から2023年は6億8895万680円となっており、合計22億3754万8280円となっております。ウィザーズに入団した1年目の収入はなんと約5億円。年々契約金額も上がっていることからも期待されているプレイヤーの一人だということがうかがえます。今後の活躍によっては年俸年収もさらに高額に跳ね上がると思われます。そこは日本とは違ってアスリートに対する評価の仕方が異なるのでしょう。まさにアメリカンドリームといったところでしょう。ここで八村塁選手のプロフィールについて見ていきましょう。八村塁選手は1998年2月8日生まれ、富山県の出身です。身長203センチメートル、体重104キロです。富山県出身の八村塁選手は富山市立奥田中学校時代、友達に誘われバスケを始めました。その後宮城県にある秋成高校に進学し、全国高校選抜優勝大会では3連覇を達成しています。
高身長で体格にも恵まれた八村塁選手はアンダー17世界選手権で得点王に輝きました。大学は米ゴンザガ大学に進学を決め渡米します。大学在学中に日本代表デビューを果たしています。数々の好成績を収め、2019年の NBA ドラフトでは日本人史上初めて1巡目に指名され、ウィザーズに入団が決定しました。日本代表として2019年のワールドカップ、2021年に開催された東京オリンピック2020にも選出され、バスケットボール界で大きな活躍をされています。以前、ウィザーズの八村塁選手が2021年10月のキャンプ合流に遅れていると報道されました。当初、個人的な事情と報告されていたのですが、メンタルケアを行っているためだと改めて理由が説明されました。なぜメンタルケアが必要なのでしょうか。原因は誹謗中傷によるうつ病だと噂になりました。八村塁選手が個人的な事情でキャンプを欠席していると報道があったのは前述の通りです。ウィザーズのキャンプは3日まであるようですが、現在までに合流の見通しが立っていないということで、ファンからは何があったのではないかと心配の声が散見されました。まず2021年9月25日にチームから個人的な事情でキャンプ合流が遅れるとだけ発表がありましたが、2021年9月27日にウィザーズのインサイダーによってメンタルケアのためであると伝えられました。八村塁選手は NBA の成績不振で落ち込んでいたのでしょうか。そう思い、軽くこれまでの成績を見てみると、今シーズンが始まる前は流行性角結膜炎の病気にかかり、開幕戦から1週間は欠場していました。 NBA 通算1000得点を達成したり、アジア出身者では3人目、試合では平均15点前後はマークしたりできる選手だということが分かりました。ウィザーズでは1年目からスターターを務めており、今後も八村塁の役割は変わらないとワシントンウィザーズはコメントを出しているため、チームからの評判は良かったはずです。またウィザーズで仲がいいチームメイトとして知られているビールからは、今回のメンタルヘルス問題に関して温かいコメントを述べられていました。以前スポーツニュースで八村塁選手がチームから可愛がられていて、ウィザーズのムードメーカーであるということが報道されていたので、なぜメンタルケアが必要だったのかますます分かりません。というわけで、個人的な事情がメンタルケアであることは分かったけど、メンタルケアを受ける理由はなぜなのか調べていきたいと思います。そもそもメンタルケアは精神面での管理、援助、介護のことを指します。心理学的知識をもとにカウンセリングなどを行い、クライアントをケア、サポートするものですが、自分自身で心をケアする方法として使われることもあります。資格としては各認定団体が実施しているメンタルケア心理士、精神対話士、メンタルケアカウンセラーなどがあり、医療、福祉、教育機関、企業などで活用されています。2015年12月からは労働安全衛生法の改正により、労働者のストレスチェックを行う義務が事業者に課されることとなり、メンタルケアの必要性が高まっています。ざっくり言うと心身のケアをのことです。要するにメンタルケアが必要な人、ストレスを抱えていて何らかの症状が出ている人ということになります。ストレスを抱えて何らかの症状が出ている状態を職場で例えると、遅刻、早退、欠席が増える、そして思考力、判断力の低下、休みの連絡がない、ミスや事故が増える、不自然な言動が目立つ、急に明るくなるなどの様子が見られます。症状がどんどん進行して休職や退職をせざるを得ない状況になったり、仕事ができなくなったりしてしまいます。ストレスチェックやメンタルケアはそうした状況を未然に防いだり、悪化させたりないようにするのが目的です。八村塁選手がメンタルの不調について誰かに相談した結果、キャンプ合流を遅らせるということにしたのではないかと思われます。2021年5月の時点で誹謗中傷が毎日のように来るとツイッターで明かしていた八村塁選手、その後オリンピックでの露出も増え、開会式では旗手も務めましたから、その注目度は増してしまったのでしょう。オリンピックでは日本の最終順位は11位と少し残念な結果になってしまいましたし、疲れや重圧によってメンタルが不調になることもあるかもしれません。いかがだったでしょうか。
今回は八村塁選手の年俸&年収について、あるいは結婚の可能性はということについて深掘りしてきました。名門レイカーズへの移籍が決定し、さらに注目されている八村塁選手、2019年の NBA ドラフトでは日本人史上初めて1巡目に指名され、現在のところ年俸&年収はなんと総額約22億円にも上ります。以前バスケットボール日本代表シェーファー・アービー幸喜選手が、同じく日本代表の八村塁選手らとエジプトでピラミッド見物に出かけた際、八村塁選手が持ち金を全て取られてしまった驚愕の過去を暴露したことがあります。エジプトで観光名物のラクダに乗せてもらった八村塁選手は、そのまま 2km 先まで連れて行ってもらったのだそうです。サービスにしては随分と離れたところまで連れてこられたと感じた八村塁選手は、そこで金を巻き上げられたそうです。203cm の大男でも強盗は関係がないようです。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。